ナガト。大丈夫か、ナルト。おっちゃんこそ。丈夫が常識、この俺は。このエドテンとかいう術、気に食わねえ。戦いたくねえ人と戦わされる。早く終わらせねえと。こんな戦争、俺の手ですぐに終わらせてやる。俺の手で、か。ああ、さっき言ったはずだ。任せてくれって。この戦争は全部俺一人でやる。一人で無理をしようとするな。いや、全部俺が引き受ける。それが俺の役目なんだ。お前は確かに前とは違い強くなった。力を得た。だがそのせいで大事なことを見失いかけてもいるようだ。いいか、よく覚えておけ。お前を嫌っていた里の皆がお前を慕い始め仲間だと思ってくれるようになったのは、お前が他人の存在を意識し認められたいと願い一途に頑張ったからだ。お前はみんなのおかげでここまで来られたと言ったな。力をつけた今、他人の存在を忘れおごり子に執着すればいずれマダラのようになっていくぞ。どんなに強くなろうとも全てを一人で背負おうとするな。そうすれば必ず失敗する。お前の父ミナトが火影としてあったのは、母クシナや仲間の存在があったからこそだ。お前の夢は確か父と同じだったな。なら覚えておけ。火影になった者が皆から認められるんじゃない、皆から認められた者が火影になるんだ。仲間を忘れるな。ナルト、俺はイルカってのと約束してんだ。大体お前を守るってな。一人じゃ行かせねえぞ。そもそも確かに俺が何とかしなきゃダメなんだって思い込みすぎてたかもしんねえ。今のお前ならばサスケを止められる。弟を頼んだぞ、渦巻ナルト。ちょっと待ってくれ。今のあんたも直接サスケに会える。今度こそ。いや、俺は一人で何でもしようとし失敗した。今度はそれこそ仲間に任せるさ。どこへ行く？俺にはやるべきことがある。お前たちとはここで別れる。イタチ、キラビナルトを頼む。アウイヤオ。俺たちも行こうぜ、Bのおっちゃん。なんだここは。ああ、てめえは二代目土影？それに雷影も嫌がんのか。なんでこんなに敵同士が揃ってって。いや、こいつは知らないな。俺は四代目風影。四代目だ。俺が知ってるのはもっと前の代だぞ。わしはお前を知っておる。確かジトンを使い砂金を生み出せる唯一の男。俺もあんたたちのことを伝え聞いている。武勇伝もその特徴もな。風、土、火の三つの性質を一度に使うことのできるジントンの二代目土影、ムー、スイトン、そして広範囲幻術を得意とするホオズキ一族、二代目水影、そして強靭な体、最強の矛と盾を持つ三代目雷影、いずれも歴史にその名を刻んだ強大な力を持つ偉大な忍びだ。二代目、三代目、そして四代目までも揃うとは。一体何が起こってんだ。これは二代目火影の卑劣な術だ。死者を黄泉から呼んで縛る。お前らをここへ無理やり口寄せさせられた。くそ、だからこうなるってのか。くだらねえ術使いやがって。でだ、さっきから二代目火影を探しているがどこにも感じない。感じるのはここより少し先。
この新顔と同じチャクラを管理、それも大軍と共に。俺と同じチャクラか。ならそこにいるのは。この戦場、わしも戦うことにした。重い腰を上げなくても良いものを。ふん、上げさせたのはどいつじゃ。あんたたちはいつ己を捨てた。いつぞや捨てた己をここで拾う。そろそろだ。じゃあな。向こうの準備はできているようだな。田里の者ならともかく、地里の忍びと戦わされるのは忍びない。そう悲観することはない。里の子たちは成長し、先代のわしらを超えてくれるはずだ。ならいいがな。お久しぶりです、ムー様。随分と長生きしたな、大物。陣頭のおかげか。ガーラ、お前がいることは予想していた。だが、まさかこの大軍を率いる器になっていると。四角の力を使い、奴らを従えさせたのか。そいつはもういない。俺はもう父様の作った陣中力ではない。何？あなたに六度殺されかけ、その度にあなたを恐れ恨んできた。だが今はもうあなたを恨んではいない。あなたがやろうとしたことも理解できる。俺も風影となった今、里を守るために里への脅威を排除するのも長の役目だ。うん、風影になった。お前が。バカな。俺の知っているお前にそのような価値はなかったはず。それだけではない。忍び連合軍戦闘大連隊連隊長じゃぜ。やはりそう。各里のあらゆるチャクラ系が感じられておかしいとは思った。忍び同士連合を組んでいるとはな。ガーラ、お前は資格を入れる器としてこの世に生まれ落ちた。だが暴走を繰り返し、誰からも信を得ることができず、ただ闇を歩くだけの、俺にとって大した価値のない存在だったはず。この江戸転生の術、少しは価値のある術だったかもな。もう一度お前の価値を俺自身で確かめてやる。いずれも影を名乗った強者たちじゃぜ。分散させ、各国撃破を狙うしかない。ムー様はわしがやる。陣頭を止められるのはわししかおらん。俺は父様を止める。その間、他の影は連合の忍びたちに止めてもらう。そしてどちらかが手すきになったら、他の影のもとに急行し、相手を殲滅する。それでええじゃろ。まあ、とはいえ何よりもまずは目先の相手でドジを踏まんようにせねばならんがな。始めるぞ。戦闘開始。人間の人数は関係ない。大野木、お前が俺を止めろ。あっと、分かっております。とどめじゃぜ。驚いたぞ。老いてさらに強くなった。はっこちんと。やるな。潰れろ。俺がここまで押されると。殲滅する。殲滅する。
金庫。これが忍び連合の力です、ムー様。戦闘開始。さあ、俺を超えてみせろ。俺を信じる者たちがいる。かたくなに俺を信じる者たち、俺の守るべき者たち、彼らがいる限り俺は負けるわけにはいかない。無駄だ。成長したな、ガン。親子であった。子供を信じてやれば、たったそれだけ。そこに価値がある。お前は価値のない存在ではない。それが分からなかった俺が愚かだったということだ。あとは何でだ。守るべき全ての者たちのために。勝負あり。父様、千景様を封印します。うん、大野木、用心しろ。俺は…よし、あとは風影、お前の方じゃぜ。すまなかったな。俺はお前のことを価値のないものと勝手に決めつけていた。お前は価値のない人間ではない。それがこの戦いでよく分かった。お前の背には何千何万の信じる心が見える。よくやったガーラ。今のお前は価値のない忍びではない。お前は立派な風影だ。父様、俺などとっくに超えていた。お前ならば砂隠れを任せられる。佐藤、頼んだぞガーラ。封印完了しました。
風影様？なんでもない。行くぞ！戦いはまだ終わっていない！悪意を感じるのは待ってろよ、みんな。正体は雷影の足止めをしろ。さすがに元五影じゃぜ、こうも被害が大きくなるとはな。いや、勝つ気は全くねえんだけどよ。俺やっぱ強すぎちゃうのかな。水影の強さも想像以上だが、あの雷影の打たれ強さは何だ。このわしに中途半端な術は効かん。破壊力のある封遁系で攻め立てろ。そうは言ってもじゃぜ、あの体にダメージを与えられるほどの封遁使い、この連合の中にはいる。ん？俺だ。ナルト、九尾の陣中力か。なぜお前がここに。説明は後だ。今はあいつらを抑えねえと。ああ、なんだ？あの頭の悪そうな奴は。誰でもいい。わしらを止められるものなら歓迎だ。待ってろ、すぐに止めてやっからな。えい、行くぞ風影。戦闘開始。あんたは俺と土影が抑える。こりゃバトルが楽しくなりそうだ。いいぞ、この調子で俺を抑え込め。全ての者たちのために。勝負あり。終わったか、ナルト。あと戦闘開始。お前がわしを止めるのか。
よっしゃ！俺たちの勝ちだ！